海と日本。つなぎ町にユニークな漁師さんがいます。夫婦で漁に出る浜田照久さん。伝統のゴチ網漁でタイやハモなどさまざまな魚を捕獲しています。そんな浜田さんが取り組んでいるのは、新婚18年目で夫婦で熊本県で漁師やってます。実は浜田さん、漁の様子を動画で撮影し YouTube で公開しているんです。漁師だから知っている魚へのこだわり、微妙なこだわりが美味しい魚を作り上げるって自分たちは思ってるんでですね、ありのままを届けられたらと思ってから動画を始めました。浜田さんのこだわりの一つが、獲れた魚をすぐに船上で生き締めすること。一匹一匹手間のかかる作業です。やっぱり魚ってこの死んだ時から腐敗が始まる、その腐敗のスピードを遅らせることによって獲れたての状態に近いものを作り出す。カメラを回すのは妻の亜美さんです。面白いなって思うところ私だったら見たいなって思うところだけ、多分必ずしもみんなが見たいところじゃないかもしれないです。港に戻って仕事を終えると早速映像のチェックです。浜田さんの動画配信の狙いは、信用してほしいですね。やっぱり自分たちがやってるものに対して、あ、ここまでやってるんだったら間違いないだろうって、その思いですね、やっぱりね。漁師のありのままの姿を伝えたい浜田さんは、今日も漁に向かいます。海と日本。